ハロー YouTube PJJ の宮本あつしです。はい、今日もね、張り切って動画撮っていこうと思います。今日はね、真っ赤なセーターね、僕の大好きなこの真っ赤なセーターを着てね、ちょっと撮影をしていこうかなと思いますね。そろそろクリスマスなんですけどもね、まあ全然関係ないんですけど、今日は藤井風の青春スイーク青春病をミュージックビデオリフレッションしていこうと思います。この曲はですね、武道館のワンマンライブの日に発表された2曲同時リリースのシングルの1曲ですね。すごいこの曲衝撃でしたね、ライブでも。はい、めちゃくちゃ衝撃的な曲で、1回聴いたらわかる、これ絶対好きなやつやっていうね。1枚目のアルバムでね、もちろん才能をびっくりされてましたけど、この曲はマジでえげつないと思いましたね。はい、曲聴いた瞬間に、まあミュージックビデオ見る前から何感想を言ってねんと思われると思うんですけど、今日はねミュージックビデオはまだ見てないんですよ。実はビデオはここで初見っていう形なんで、皆さんにファーストリアクションね、映像と音楽に関して何かシェアできたらなと思っております。それでいきましょう。ほのレッツゴーゴー、3、2、1、ゴー。この初め教室ノートみたいなの入ったらめっちゃいいですよね。このイントロ、このまずコード進行、めっちゃ走ってる。ここよ、もうこの時点で神曲確定ですよね。ええ、青春ってバーンって青春パークとかもあるんですけど、これぐらいね、やっぱ複雑なコードとシティポップな感じがね、爽やかやけどこの複雑な感情がね、コードとかからすごい表現されてる。いや、歌詞もめっちゃいいよね。もうそう、無理だよね、やめようと思っても飲んでしまう、お酒は。ちょっと違うかな。ここの歌詞とかめっちゃいいよね。レース良すぎや今の。やばいなぁ、この曲2秒ごとに解説できるわ。2秒ごとに区切ってもらっていいですか、編集者の方。これ30秒やったら無理やわ。弱くはなかった、君の声が、君の声が頭かすめて忘れる、こんなままじゃ、こんなままじゃ僕は。ここもう、ここでこの瞬間もライブ見てて鳥肌ブワー出て、もう鳥肌でちょっと浮いてましたね。ここもリズムすごいけど、いや、こんないいな、映像もめっちゃいいですね。あの、安易にその制服の女子高生とか全然使ってないのがいいですね。安易にっていうわけじゃないけど、青春にさよならをか、切ない歌詞やな。なんかこの普段はあんま歌詞にフォーカスして解説しないんですけど、まあこれね、正直、まあ、ちょっと後でも言いますけどね、完璧ですよ。うん、ここのエレピ左から流れてくる、最高。君の声が僕の中で叫ぶ。
わ、全楽器えぐいやこれ。全楽器えぐいこれ。ピアノとベース、ベースとピアノがすごい。左耳がすごいリッチ。やば、鳥肌立ったわ今。いやめっちゃええなこれ。ちょっとね、2曲同時リリースでね、ヘでもねえよも出てたんですけどね、聞きましたよもちろんヘでも。でもこっちをねこすりまくりました僕はもう。アンニュイアの映像も。なトラックにね、トラックにの荷台に乗ってみんなでどっか行くとかなかったけどね、僕でも田舎ならあるんかな。岡山やったらみんなでやってそうやね。ほんまの地元の友達ちゃうのこれ。これほんまの地元の友達撮ってそうやな。 PV 初めて見たんでわかんないですけど、これほんまにちょっといつも溜まってたとこでやってる説はある。ベース、えぐ、ここ気持ちよすぎやろ。おお、燃やす量が尋常じゃないの。燃やす量がメジャーの量や。もうあれはインディにはできひん日の量や。すごいよあれ。うわーすごい、今の展開もすごい。これのこのソロの蹴り出し方とかマジすげえ。あーすごいすごい。いやこの曲やばいな。うん、みんな思ってましたよね、アルバムで。私アルバム良すぎたじゃないですか。だから次のシングルどないすんねんみたいな。こんなもん出てきてしもてる。いや最後の表情は分かれへんわ俺。すごいいろんな感情が読み取れそうやけども。はい、見ていきました。青春スティックなんですけども、いや神曲ですねこの曲は。マジで A 面というのもおこがましいなというところがありますね。あの3000人をですね登録いただいてカバーした、3000人カバーライブで藤井風さんをねこうカバーさせていただいたんですけど、その期間もねずっとねこう彼の魅力についてすごく考えてたんですよね。で彼の魅力ってすごいねどこにもないんですよこの音楽って。何かというと洋楽っぽいってわけでもないんですよね。なぜかというとちゃんと A メロ B メロサビとか、まあこの青春時間すごいね複雑な展開をしていってるんですけども、洋楽って基本的にループのこう進行を使ってたりとかするんですよね。なんで AB サビがある時点で全然違うし、しかもコード進行とかもね、まあ、あんまり音楽詳しくない方は分かんないかもしれないんですけども、例えば波長調とかドから始まる C の曲とかだったら使える曲ってコードとかって決まる、和音って決まってるんですけども、転調したりとかね、いきなり D の曲になったりとか、この曲でも転調っていうのはすごいしていると。しかもそれもね転調してますよって感じじゃなくて、すごい自然に曲の感情とか自分のね表したいメロディーをちゃんと表現するための転調というふうに感じなんですよね。
でコード進行、和音の進行もですね、まあよくあるあの代理コードですよね。本来は全然違う音なのに、まあ、音を使ってる音が近いんで代理として使えるコードとかも結構多用されていまして、それもねこう代理コードってね、なんか使うとすごい分かりやすいんですよ。あ、代理コード使ってんなみたいな風に思うんですけど、このコードがすげえ滑らかに使ってるんで、 E に対しての F7 ですかね、 F7 合ってるかな、うん、とかがあの B7 の代わりに使われたりとかするんですよね。それもすごくねこう見せつけてる感じじゃなくて、すごいナチュラルに使ってるっていうところがね、すごくすごいんですよはい、すごくすごいんですよね。でこの歌詞も、あの歌詞に着目しすぎみたいなね、まあヒルトが前言ってましたけども、歌詞もめちゃくちゃいいと思うんですよ。やっぱ青春のなんていうかな、自分の中から生み出してるものなのに俺たちも刺さるっていうね、なんか宇多田ヒカルさんが言ってた、自分が書きたいものと自分が人が聞きたいものの、あのどっちを書いてるんですかっていう質問に対してね、え、それどっちも満たせないとプロじゃないでしょうみたいな言ってたのをすごい思い出す歌詞になってましたね僕は。すごくねこのまあまあなんか矛盾してるようなこの感情をめちゃくちゃうまく表現していて、全然こびてないのにみんなに刺さると。そしてこのコード進行と、まあ、リズムも完璧と、 AB サビもあると、なんだったら今までの J-POP の AB サビとかの構成よりもより複雑なのにめちゃくちゃポップということで、もうねあのどこにもない音楽をねこれな表現してるなと思いましたね。なのでこの曲はね本当に PV もめちゃくちゃ良かったですね。ちょっとね出てる方がほんまの俳優さんなのか友達なのかちょっと分かんなかったんですけども、ちょっと今からね調べてみようとは思うんですが、ぜひね、まだね藤風見てないよっていう方とかね、あのいたらこの曲をね進めていただければ、素晴らしい、まあ曲だしね、あの複雑なこと考えなくてもめちゃくちゃね気持ちいい曲でもあると思ったので、ぜひ、友達に勧めてみてはいかがでしょうかってねいやどういうつもりやねんと、はい、いうつもりはありますけど、はい、こんな感じでね、音楽に関する、リアクション動画だったりとかカバーとかね、そういうものを紹介させてもらいます。ミュージックアップデートをコンセプトにチャンネル動画を投稿しているので、ぜひ音楽好きな方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。見たいからちゃんと。ほらこれ絶対そうちゃん地元の友達やこれ。マジで。いや泣けるって。あのエド・シーランの。曲でもずっと昔の曲をこう昔の写真をこうスライドさせていくみたいな、フォトグラフやったっけな。めっちゃかっこええな友達こんなイケてる友達いる？すごいな、かっこいいなみんな。あ、でもこれ歌なしで聴けんのめっちゃいいな。アレンジめっちゃよく聞こえるわ。ベースやばいな、ギターをめちゃめちゃテンション足してるな、もう取り合いやな。基本4-5、基本4和音以上やもんな。あの地球のトレーナーってめちゃめちゃ可愛いな。痛かったな。みんな男前すぎ。騙されてる俺。これ地元友達じゃないかなこれ。
ちょっと男前すぎにこれ全員いやこんな一枚あるけこんな一枚があるけ今の見た？タンクトップであんな髪型してんのになんであんなとこ前の